国会議員の給与にあたる歳費をめぐっては、この夏の参議院選挙から議員定数が3増えることに伴う経費を賄うため、自民・公明両党が月額7万7000円を減額する法案を国会に提出しています。野党側は日本維新の会が歳費を2割カットする法案を提出しているほか、国民民主党が自主返納を提案しています。ただ立憲民主党の蓮舫参院幹事長は、国民に定数を増やすことが本当に納得してもらえるかという根本の議論がないと、歳費の議論を進めることに反発しています。今週再度与野党で幹事長会談を行い協議する見通しです。